国鉄タム8000経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は、加酸化水素専用の15トン積二軸貨車で、加酸化水素専用車としては初めての形式である。百六十二年から百六十五年にかけて八路と十五両が、 汽車製造、日立製作所、日本車両製造及び三菱重工業で製作された。走り装置は当初から二段リンク式で最高速度は時速 75km である。台枠は長さ 7000mm または 7400mm の平台枠である。落成時の所有者は、畑産業、江戸川化学工業、山徳化学工業の三社であった。 それぞれの常備駅は、学南藤岡駅、三北駅、苫小牧駅であった。三徳化学工業所有者は、1967年4月21日に、日本パーオキサイドへ、名義変更された。三菱江戸川化学所有者は、1971年12月17日に、日本ガス化学工業との合併により、三菱ガス化学へ、名義変更された。 工場の移転に伴い、常備駅は南四海池駅に変更されている。畑産業所有者は、1977年2月16日に東海電化工業へ名義変更された。1979年10月より化製品、分類番号、火、新58が表記された。タンク帯は、積み荷の分解防止のため純アルミニウム製、ドーム付きの制な指示稼働タイプである。 破損防止の注意喚起のため、副記号を青管し、アタムと称し、タンク帯には、純アルミ、連結注意と表記された。タンク帯の長さは 6300mm、内径は 1700mm である。タンク内部には、補強のため皿型の波よけ板が4枚設置されている。受け台は、強度の低い純アルミニウム製タンクを支えるため、大型である。二役方式は、 積み込みは液出入管から行い、荷下ろしは液出入管と空気加圧による上出し方式である。液出入管と空気管はドームの頂部に設けられ、空気管には異物除去用のフィルターが内蔵されている。塗色はアルミニウム地肌の銀色である。全長は7800から8200ミ、mm、リメートル、全幅は2530ミ、mm、リメートル。 全高は 3615mm、軸距は4200から 4450mm、地上は9.5から10.0トン、換算量数は、赤車2.6、空車1.0、車軸は12トン超軸であった。1987年4月の国鉄分割民営化時には、アタム8003を除く14両が JR 貨物に継承されたが、 1994年度に2両が廃車となり、1995年度末時点では12両が現存していたが、2003年5月に12両一斉に廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。三重県稲部市の貨物鉄道博物館にアタム8000が保存されている。ありがとうございます。